さて、じゃあ結局ね、もっと早く地球って滅亡してたの、今回。それを食い止めたのは実は日本政府で、なんとか2020年まで来て、何回も滅亡するとかやったんだよ。相当なんやったか、実は原子力発電所のトンネル効果を使って次元移動、タイムマシンみたいな次元移動によって調整し続けて、逃げてしまいちゃうから次元移動しては調整する、あの改正するようなこと、そして元のとこ戻って、で改正効果はいろいろ出たりする、そういう次元関係で複雑に網の目になっている、網の目近くの斜方形にもなっているとか、斜方方向に行くとかね、改正効果上下方向に行くし、互いにね、そのベクトルの強さが違う、それぞれの個性が次元ごとに出てしまうっていうのはあるよ。まあ先ほどの問題もあるし、自我たちのね、そんなを計算できるソフトがあるかって、あるんちゃう、まあ、そんな計算しできたわけ。それで自民党の田中の首脳たちがことごとく殺されてしまう、恨まれて、世界滅亡した方が嬉しい勢力だ、だけどめっちゃ安定した穏便な、で、そして優しい世界に近づいていく。それが許せない人たちがいて、で、田中の、自民党田中の氏がことごとく反対された。単に金融問題とかの話じゃないの。単に税金の話じゃないの。年金の消耗とかの話じゃないの。軍事力の話でもないの。で、結局、まあ、口割らされた。最後、自民党の氏。田中ね、で、なぜ田中畑知ってたか、霞ヶ関とつながってるのは田中畑だったから、で結局何が起きたかって言ったら、江崎レオなんかでも田中しか信用しなかったんでしょ。で東日本大震災が起きた、原発に対する脅しやった、次元変えるのかって言った、アメリカの言う通りに変える、それなんだ、でまあ安倍政権、だけどアメリカの言う通り言うても、結局アメリカは一番大事なのはうちやからね、うちの文系たちばっかりやから、アメリカの主義ところが、民主党の方はユダヤ人に毒されてるわけ、民主党は危険、ユダヤ人とヤマト民族と同じヤンバー、ね、それがあなた方を苦しめてきたのね、うちも苦しめられて、なんで全部子供でしょ自分の、ね、そうやけど憑依がきついからキメラモンスターやから、ね、わけ分からずにひどいことしまくっての、助けて痛い助けて痛い、暴れてみたい、それのパック取らかえとか、まさにそれやったでしょ、だからそれの治癒ケアキュアがね、難しいもん、ね、難しそうやろ、確かになんとかできたってような気もするけど、そう本当にそう思う、なんとかできたら見える、見えるかどうかろうじゃないからね、しかも。でしょ、本当に彼の一番奥底は救われた、そこ救われても外側からわーってまた食いに来るんだ。あ、治ったんか、じゃあ食いに来たら。治るたびに食われるわけ。それを繰り返してさ、あんたたち。うちかってそんな日々に合ってるやんか。な、あんたたちの人生転生してるし、それ細胞の立場ね。でしょ、だから全部、その、全部知っちゃうときが必ず来るやん。みんなの、人生は細胞の立場で生きてるの。みんなは細胞の立場で生きてへんだけ。で、今もあなた方が勝手にこいつ使ってる細胞は、うちの細胞の一種やん。ね、ただ、時の素粒子の関係で、今うちはここにおるわけ、ね。時の素粒子が集まってたらうちはここなのかどうか別として。でしょ、そういった問題を扱うのがタイムマシンであり、原子力発電所。じゃあ次の総理はそれ悪用するかもしれないね。小泉は、ちょっと使ったんですよ。だから小泉に関するうちの記憶、変でしょ？あと、菅さんあたりも使ったのかな？どうなんやろな？菅さんは原発に関するレポート提出したやろ？誰も見てへんやろ？あ、見たんか。見たやろうけど、秘密レポートもあるやん。竹村さん、生きてるやん、なぜか。な？そのことや。じゃあ次、もし石破が総理になったら、自分の好きなように使う可能性があるから、また見る。
時今はおとなしいふりしてんだ、あの人。なんか地先が大事にできるような文明に戻してって言ったけど、大そのはったり野郎の可能性が、橋本徹とか河村隆とか鳴人天皇とか、その種族やから。で、連中は心一緒やん。一人の心や。羊の群れやから。その羊の群れの頭目ってはないねん。石破も羊の群れの一人やねん。それに総理やらしたら、羊飼いが権力を持つ可能性があるね。それは遊牧民やから。日本にはいらんもねん。日本には遊牧文化がないから。でしょ？ヤマト民族も聞いたらあかんねん。しかも遊牧民って自分ら以外を全部羊と見立てるんだよ。そうやって支配したがるんだよ。そんなんいらんやん、人類、そんな類型。遊牧民なんかいらんねん、そしたら。でしょ？じゃあ、石破が、もしそういう恣意的な、ヤマト民族の利権に偏った原発の使用をすったら、えらいことになる。まずうちは、その次元で石破の性奴隷とかになる可能性もある、ね。もうその時はもう、性転換された部分を手術されて、除去手術されて、元に女性に戻ってる。な？どっちみちな、近いうちに。さあ、石破政権、それ大丈夫かどうか。嘘つきっぽいから、石破って。気弱いからやろうけどな、それ。だから、独裁したがる。気が弱い人は独裁したがる。自民党は気が弱かったら、ずっと止まれへん。自民党は独裁じゃない。気が弱くないから。野党めっちゃ気弱そうだよ。政権取ってないから、うんぬんの話ちゃうやん。気強い弱いのもんだよ。例えば、野党に逃げた小沢一郎、気弱そうやろ。何するか分からない、気弱いやつは。首脳になったら。安倍さんは気弱いよ。でも、可愛い子ちゃんや。アイドル。で、こわもての自民党のおっさんだが、安倍さん守ってる構図やねん、あれ実は。わからんか？わからんかったらちょっと人生経験なさすぎ。人生経験知らなさすぎって言ったらいいか？今のやつ。何それ？人生経験を知るって。人生経験はしてないけど、それを遠くから見て知る？それは表裏の考え方やで。